新型コロナウイルスの感染拡大で乗客が急減しました。日本航空は2020年3月期決算を発表し、純利益は1年前に比べて 64% 減って534億円と大幅減益となりました。2月以降、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、世界各国の入国制限や国内で外出自粛要請が出されたことが影響しました。ただ貨物需要は増加していることから、今後さらなる増便を計画しています。来期の業績見通しについては未定としています。